こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ複製シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。バラワンティー戦です。アジアチャレンジ投票が始まりました。バラワンティーかなり強いらしい。なのでここに勝つことがすごい大事です。相手の方が勝率高いと設定されてますしね。キックオフ、アジアチャレンジトロフィー第1戦が始まりました。さあ運命の第1戦ですね。ここに勝つとも大きく前進、負けるとやっぱり辛い。首位ですからね、1チームしか勝ち上がれません。あ、やばい、お、助かった。スーパープレイ、エドガチャンス。さあくるみ決めてくれ。あー、ダメだ、決められてしまった。ここは強いです、強いチーム。さあピンチ、なんとかクリアだが押され始めてますね。反対、逆サイドだが、これもやっぱりマークきつい。余裕を持ったパス回しをしてほしい。サイに渡った。さあ、前半最後のチャンス。さすがにチャンスってほど、ちょっとまだ詰めが。これ前半終了です。全員交代、中盤ディフェンスの状態で勝負をかけます。相手の方が絶対有利ですね。危ない、ね、なんとかクリア。ん？相手ボールのフリーキックになってしまうか。危ない、あーと、バーに救われた。ピンチの連続ですね。
あ、なった深く食い込まれている。これもクリア。本当に防戦一方です。相手がストーリー出して、こちらボールはフリー、スローインを得ました。とにかく守備が硬すぎて決定的なチャンスを作れないんです。お、ダメですね。これはこれも相手が高いんだろうな。ディフェンダーが逆に相手がやばい、こぼれ球。残り15分です。これ引き分けでもいいのかな。さあどんどん相手もフォワードを変えてきて、勝ちに勝とうとしてますね。勝負に出てます。あと10分、フォワードはフレッシュですよ。逆に言ったらディフェンダーはそんなにフレッシュじゃないってことだ。まあ、もちろんこちらの選手もボロボロですけどね。さあ見よう。ハーネスうまいな。あっという間に時間がもうあとわずかになってきまして、試合終了。無得点のまま引き分けました。これはやばかったな。コーナーキック、なんとかここは助かった。チャンスだったんですが、これは防がれてしまった。これが唯一の決定的なチャンスだったんじゃないかな。まあ早く蹴ってもよかったかもしれない。これは大ピンチだが、バンが救ってくれました。そして動きのないまま試合終了ということで、シュートオンスはもう相手側が完全に上回ってるんで、相手が勝てなかった、まあこちらが負けなかった試合ということになります。今日バラマンティとのアジアチャレンジリーグの予選でした。気になる課題、ということで引き分け、全チーム引き分けですね。 A ブロックも B ブロックも。全く互角のまま次に進めます。これはやっぱり今日バラマンティとやった我々にとっては有利な流れと言えるんじゃないでしょうか。もし A ブロックでどちらか勝ってたら、そのチームを追ってになりますが、全く横一線ですから、2連勝すれば文句なしですからね。あとしっかり勝っていきましょう。そして次はリマッセ大阪ですよ。一応順位表です。メンソーレ那覇と勝ち点なんで得失点差で首位となっております。筑波田釜が迫ってますね。はい、ということで、今回はアジアチャレンジトロフィー、こちらをお届けいたしました。全チーム引き分けでスタートしたこのリーグ戦、果たして決勝戦に残るのは、残ってほしいですね、クラーカリバーズ。残りを頑張ります。ということで今回はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ツイッターございます。ぜひご覧ください。ツイッターのフォローもぜひお願いいたします。プリーズツイッター、マイツイッターフォロープリーズ。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。